さあ、始まりました。本日はステラルーメンのチャート分析させていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、11月10日午前9時15分、 YouTube ログがしております。現在のステラルーメンですけども、46.1円ということで、かなり値段の方がね、だいぶ上がってきたなというところですね。先ほど今ちょっとコインチェックのね、チャートも見てるんですけども、ステラルーメンですね、48円ぐらいまで上がった時もありましたね。48.1円ぐらいまで上がってですね、そこからちょっと上髭をつけて、少し今、下に来ようとしているような状況だったんですけども、かなりまたね、上にまた戻ろうとしているような感じで、まあ結構買いのパワーというかね、だいぶ上がってきてるかなというところですね。今、MACD なども見てもですね、上向きになってきてます。ということで、タイミング的にはちょっとステラルメン買いたいなっていう方の買いがね、また入ってきやすいんじゃないかなというふうには考えてます。ステラルメン本来のいつもの動きというところで言うと、だいたい45円ぐらいになると、だいたい40円とか38円、39円ぐらい、そのあたりにまた戻るという形があったんですけども、久しぶりにね、48円まで行ったということは、これは評価していいんじゃないかなと思います。新しいちょっと展開が生まれてきたということでもあると思います。なかなかね、47.5円ぐらいが抜けなかったんですね。で、今回ちょっと上髭長い状態なんですけども、48円まで行ったっていうのは本当に久しぶりなんで、かなりちょっとここから面白いかもしれないなと思います。他の今日ですね、見てるとですね、大体トレンドとしてライトコイン、ビットコインキャッシュなども結構買われてるんですね。こちらも大体強いです。16%上昇しているライトコイン。それからキャッシュの方ですね。こちらは12%高と、こちらも8万円回復してきているということなんで、ちょっと出遅れていたというかね、他のものが、例えばビットコインなどは今760万円、それからイーサも53万6千円ということなんで、もう高値をだんだん更新しているものが多いですよね。それに比べて、例えばライトコイン、ビットコインキャッシュ、それからステラですね。この辺は、高値まで全然まだね、上にある幅があるということなんで、ちょっと資金もやっぱりこういうところに向かってきているのかなという形で、非常にいいと思いますね。ビットコインとかイーサリアムとか、それから別の上がっていたものがですね、利益確定売りをしたものがこういうところに流れ込んできているという形で、本当にアルトコインの方にもね、かなり資金が回り始めているなというところですね。で、ちょっと上がってなかったところにも向かってきてるんですね。例えばですね、モナコインとかにも今、資金が向かってきているかもしれません。190円。モナコインも4.3%上がってますね。で、モナコインもだいぶチャートがかなりいい形で回復してきているような感じなんで、全体的に底上げが今始まっているのかもしれません。ステラルームも以前ですね、80円、90円ぐらいまで上がっていた場面もありましたので、そこから見るとまだね、だいぶ下の方、だいぶということもないかもしれませんけども、かなりまだね、上に幅があるのっていう、先ほどのちょっとご説明とまた同じ風になるんですけども、そういう状況ですね。で、今かなりですね、レジスタンスとされているところが左2箇所ありますよね。ここ1箇所、2箇所。で、ちょっと低いですけど、この辺にも少し似たような場面があったと思います。で、今ここなんですけども、ここを超えてこれると面白いですよね。ただちょっと価格的にね、いつも下がるちょっと上の部分にいるので、またここからちょっとまた40円とかに下がってしまうと、またレンジを組み始めるという感じで、40円から44円ぐらいの間を、また44円になったら下がってくるのかな。チャートがね、もう本当にこうくじけるみたいな感じになってたんですね。十分高いとも言えるかもしれないんですけども、40円になるとちょっと下に向いて、ちょっと元気なくなるみたいな感じで繰り返していましたね。今回はちょっとそこから見ると、だいぶ上髭があったとはいえ、上に来たという事実は消せないわけですから、ちょっと上がっていけるチャンス到来じゃないかなっていうふうに思います。ここで超えないんで、いつ超えるんだっていうふうにも思ったりもしないわけじゃないんですけども、超えて希望込みでね、超えていけるといいんじゃないかなと思います。リップルの方がですね、ちょっと吸えるということもありますが、ちょっとね、思った以上に上値が重いです。ここもちょっとよりね、上がってくると、ステラとリップルっていうのはもともと相関性が高いっていうふうに皆さんイメージされてると思うんで、ちょっとリップルにも頑張ってほしいし、ステラもね、一緒に頑張ってほしいなっていう、以前からの感じにまたなればいいですよね。ちょっとリップルが少し上値重いというのが、
まあ、ステラルーメンが50円ぐらいに行けなかった一つの要因ではあるかもしれませんね。まあ、ビットコインとかがイーサが今上がっている中ですね、リップルがなかなかこう上にもがいているという形で、吸えるなら上がるかというね、かなり投資家の皆さんも期待していたと思うんですけど、なかなかちょっと値段がね、ブレイクできないという感じで、まあ、ここから上がっていけるかもしれないんですけども、ここがやっぱりね、15% とか 20% ぐらい、ライトコインとか、それからキャッシュのような動きをしてるとですね、またステラもちょっと違かったのかなとちょっと思ったりもするんですけど、まあ、そこはね、仕方がないことでありますので、まあ、ステラにしっかり頑張っていただければいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、ここからの動きですね、皆様が気になっている動き、どうなっていくかというところだと思うんですけども、まあ、見てるとですね、だいぶ、買いの、パワーというのは結構入ってきてるなと思いますね。まあチャートから見ても、まあ陽線の数が桁違いにでかいですね。もう特に直近ですね、今日の動き、もうほとんど陽線だけだと思うので、まあ、この流れというのはちょっと変わってきたのかなと思いますね。まあちょっと前だと、例えばこういうところですね。まあ陽線と陰線がこう繰り返し交互にありますよね。ここを見るとやっぱり明らかに違います。まあ、ここと似てるかもしれないので、次にこのでかい陰線が出なきゃいいなっていう一つの心配はありますけども、結構あれですね、動きが、なんていうんですかね、ステラの場合は上がるときってやっぱりこう、陽線が連発するっていうような、結構傾向が今までもあったような気がするので、まあ、これはちょっと上がる、やっぱりね、シンボルかなっていうふうにもね、ちょっと思いますので、まあ、ここやっぱり上がってほしい。50円を目指していくね。達成してほしい、回復してほしいなというのが一つのね、思いであります。まあ、ただチャート上の判断としては、やっぱり上髭が長いですね。ちょっと48円のところに2本上髭が長くピョン、ピョンってなってますので、ここがですね、ちょっと気になるなというところですね。ちょっと売りを、やっぱりレジスタンスだなと思って注文する方も多いと思いますね。ちょっと安く買えた方ですね。まあ、そういう方がちょっと増えてきているんだけども、しっかりでもね、47円台はキープしてる。コインチェックの方は47円キープしてますので、まあ、ここをやっぱりね、しっかり固めて、まあ、こちらだと46円ぐらいですかね。今1円ぐらいちょっと差があるみたいですけども、まあ、ここをやっぱりしっかりキープして、とにかく50円に回復することが結構、これからのステラにとっては大きなポイントかなと思います。逆に50円を回復すれば、もしかしたら55円、60円っていうのは意外と早いかなって考えてます。やっぱり50円の壁って結構厚くて、で48円の壁も厚いんですよね、正直ね。レジスタンスとしてやっぱり皆さんが意識している価格っていうのは48円だったと思うんですね。47.5 から48円のところにレジスタンスがあったと思います。まあ、ここが今ちょっと調整というかね、売り買い、今交錯しているような状況で、ちょっとね、方向感が出にくくなってはいるんですけども、しっかりね、売りをこなしているような状況だと思いますので、まあ、このままのね、ビットコインとかイーサの強さが続くんであれば、まあ、おそらく50円には、まあ、ちょっとこの、今回のトライでいけるかどうかわからないですけども、まあ、通過はしていくんじゃないかなと思うので、まあ、しっかり利益、ね、この辺で買っていっても出せるかなというような感じには考えてます。で、逆に下がった場合はですね、また40円の方に戻ってしまった場合は、少しまたレンジを組んで、まあ年末年始迎えるかもしれませんね。ちょっとその辺がだから、またレンジになるのか、上昇トレンドにしっかり乗っていけるかって言います。瀬戸際だと思うんで、ここでやっぱりね、しっかりこなして上に上がってほしいなと思います。ステラルーメンのチャート分析、この辺でちょっとね、終わりたいと思うんですけども、まあ、結構ね、今、値上がりしてなかったものに資金が回ってきてるっていうトレンドが築かれているような感じですので、まあ、しっかりステラルーメンの方にも資金はゆっくりゆっくり入ってくる可能性は非常に高いんじゃないかなと思うので、またね、その80円とかいける日も来るかなと、いつかね、来ると思うんですけども、まあ、それが意外と早いかもしれませんね。50円超えれば意外とそこまで行くのはスーッと上がっていけるかもしれませんので、あとはなんかこうね、まあ、どこかに国内にまた上場するよとか、ちょっとそういうポジティブなニュースが欲しいですよね。ちょっとそういうのが、まあ、待たれる仮想通貨多いと思うんですけども、まあ、ステラルーメンに関しては結構、なかなか出てこないですよね。そういう、まあ、提携したとかいうニュースは出てましたけども、上場するっていうニュースが意外と出てきてないなってイメージなんで、まあ、近々またね、国内とかにもありそうだなと私は思ってるんですけども、そういうニュースが、とにかくね、待たれるかなというところですね。はい、ということで今回ステラルーメンのチャート分析させていただきました。今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。